次に中村のり子議員。皆さんこんにちは。所属会派松戸未来クラブ、所属政党古い政党から国民を守る党、政治団体 NHK から国民を守る党の中村のり子です。政党名がコロコロ変わり、さらにこれからも変わると思われますが、今までと変わりなく NHK 問題には取り組んでまいります。質問に入る前に御礼を申し上げます。すでに私の YouTube チャンネルでは発信させていただいてますが、この度の一般質問にて東松戸中央公園のフェンスについて通告を出していました。数ヶ月前より東松戸中央公園のフェンスが低すぎるため、ボールが道路に頻繁に飛んできて危険だというお声をいただいており、執行部の方とやり取りさせていただいておりました。先週の月曜日に工事が着手し、現在は生垣を植える工事が完了しました。早急に対応していただき感謝申し上げます。それでは通告に従って質問します。質問事項1、子育て世代の対応についてお伺いします。コロナ禍の中、小さなお子さんを育てている方々の外出時において荷物が増えたというお声をよく聞きます。私はもう20年前になってしまいますが、息子と出かけるときはその当時でも荷物がカバンにいっぱいになっていました。おむつやミルク、哺乳瓶、着替え、除菌シートやお湯など、特におむつは軽量ではあるものの、とてもかさばります。現在、松戸市では松戸駅のアトレで、2019年12月11日に飲み物とともに紙おむつの自動販売機が設置されており、全国では約100台設置されています。市役所は子育て世代の方も多く利用されることから、松戸市役所でも設置を試みてはいかがでしょうか。市のお考えをお聞かせください。次に質問事項2の NHK に対する住民票除票の写しの交付に関して、これは令和元年度12月議会でも質問しましたが、約1年半が経過し、近隣市を調べたところ、市川市、鎌ケ谷市、浦安市は署名資料の中に契約書も取り入れ交付することになり、習志野市、船橋市は党所属議員の働きかけにより前向きに検討する動きになりました。松戸市が写しを交付した後、市民の家に訪問するのは弁護士資格も持たない NHK が委託をしている NHK 集金人が滞納金などの請求を行いに行きます。昨年12月議会でも取り上げましたが、弁護士法72条違反も懸念されることなどから、近隣市同様に松戸市も契約書の提出の請求は必要ではないかと思いますが、市のお考えをお聞かせください。以上2点よろしくお願いします。理事者の答弁を求めます。井原博樹子ども部長。質問事項1にご答弁申し上げます。議員ご案内のとおり、コロナ禍における子育て世代の外出を応援する取り組みとして、紙おむつ等の育児用品を扱う自動販売機の設置が商業施設や道の駅を中心に全国的に広がっていると認識しております。また庁舎内に設置した主な事例といたしましては、今年4月から横浜市鶴見区役所庁舎内で企業と連携した取り組みによりおむつ自動販売機が設置されたと聞き及んでおります。本市におきましても、子育て世代の市民が安心して子連れで外出できるような環境整備につなげるだけでなく、本市において子育てに優しい街という機運を高める取り組みの一つと考え、他の自治体の取り組みを研究するとともに、保健福祉センターなど乳幼児連れの市民が多く訪れる公共施設内の現況や設置方法について検討してまいります。以上答弁といたします。上野
野伸一市民部長。質問事項に NHK に対する住民票受票の交付についてにご答弁申し上げます。令和元年12月定例会における中村典子議員の一般質問にお答えいたしましたとおり、 NHK からの交付請求につきましては、申請事由や NHK 放送受信契約者に相違ない旨などが記載された交付申請書、お客様番号や氏名、契約締結年月日等が記載されている交付申請対象者一覧、会社の登記事項証明書の写し、担当者の社員証並びに本人確認書類の写しが提出されており、これらの署名資料により、交付が適当であると判断はしているところでございます。一方、昨今、個人情報保護に対する個々人の意識も高まり、その取り扱いには一層の厳格さが必要であることも認識しているところでございます。議員からご提案がございました第三者請求時の署名資料として、契約書を求めるかでございますけれども、近隣市も参考としながら検討を進めてまいりたいと考えております。以上、ご答弁させていただきます。中村典子議員。それぞれにご答弁ありがとうございました。意見と要望を述べさせていただきます。質問事項1の子育て応援自動販売機の設置について、アトレ松戸の広報部に問い合わせたところ、男性でもおむつを気軽に購入できると助かるとのお声があり、館内のトイレを見直したそうです。駅周辺にもおむつを1枚2枚だけ購入できるところがなく、いろいろと試行錯誤され、自動販売機の設置にたどり着いたとのことです。役所に関しては、いろいろと規制があり、なかなか設置することが難しいため、自動販売機設置に携わる業者の方も、市が積極的に働きかけてくれたら嬉しいと話しておられたそうです。この自動販売機には、おむつのほかにウェットティッシュや哺乳瓶に移し替えるだけで飲める液体ミルクも並んでいる販売機もあり、停電になった時も非常電源でつながれていることが多くあることから、災害等の万が一の時にも役立つこともあると思います。先週から始まった一般質問の中でも多数の議員から発言がありましたが、松戸市は子育てしやすい町ナンバーワンです。ご答弁にありましたように、子育てに優しい町という機運を高めるためにも、保健センターや公共施設への設置を進めていただきますよう要望いたします。次に、住民票受票の写しに関して、契約書の提出を検討していただくと前向きなご答弁をいただきありがとうございました。契約書がなければ、 NHK が申請してきた市民ご本人が契約をしたかどうかも分かりません。以前 NHK 集金人が成績を上げるために親御さんが留守だったことから、未成年の子どもに契約書を書かせたという事例もあります。現在、その方の家に受信機があるかどうかということは、市は分からないので、テレビがない方の個人情報まで NHK に交付してしまった可能性もあります。4月になると、NHK に転居届を出していないのに、集金人が来たという相談が非常に増え、一人暮らしの女性から気持ち悪いと相談されたこともあります。NHK と契約済みであれば、引っ越しをする際は住所変更の届けをしなければならないのですが、 NHK なんか見てもいない市民の方の場合は忘れてしまうことが多くいらっしゃいます。今はネット社会でテレビを見ない方も非常に多く、受信機がない家庭も増えている中、そのような確認もせずに、超重要事項である個人情報を契約書の確認もせずNHK に交付してしまうことは問題であると思います。数年前には、事件を起こしたアイドルグループの個人情報を入手するために、その人が受信契約を締結していたことから、
今回問題提起した方法で入手し、本来受信契約のために使わないといけない個人情報を全く関係のないことに使用し、個人情報保護法違反をしていたという事例もあります。党の所属議員が総務省に NHK の署名資料に関して問い合わせたところ、最終的には首長の判断になるとのことです。他市にできて松戸市にできないことはないと思いますので、早急に対応していただけることを強く要望いたします。この度子ども部と市民部の執行部の皆様には、私の質問にあたりいろいろと調査していただき、共に検討していただくとの前向きなご答弁をいただき、心より感謝申し上げます。いずれも松戸市民のために一日でも早く近隣市のように動いていただきますことを切に願い、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。